そうなんです、 ですね。で私も臨床に出て、まあ保健所に出て初めて気がついたこと、教わったこと、この仕事に就いたから教わったことってたくさんあるんですけれども、愛しているその自分の大事な命であるにもかかわらず、うん、例えば3ヶ月の検診で連れてきますよね、目を合わせられないお母さんいるんですよ。なんで？だからそこが養育体験なんですね。先生不思議と思われますでしょ、上手に抱っこできない、それから目を合わせてあやすことができない、それからどう触っていいかがわからない、あとおっぱいの匂いが嫌いってお母さんいます。そうすると、大勢の赤ちゃんとお母さんが来るんですけど、その様子を見てる間に、あ、このお母さんのところには時間を取ってお話ししないとダメだなって思うわけですよ。で、そうやってお話を伺っていくと、実はそこに何があるのか、お母さんの悩み、あるいは精神的な問題、うつ病の問題もあるんですけど、そのままをその時キャッチしないで放置していくと、例えば虐待につながっていくんです。なるほど。だから親は最初から親じゃなくて、子供を持ってそこで苦しんだり悩んだりして初めて親になるじゃないですか、育っていく、その時に親ではない子でもないんだけれども、こう第三者としてそばにいて一緒に子育てをしている感じっていうんでしょうか、健康づくりをしている感じ、そういう、まあ、お手伝いをさせていただくのも私たちの仕事の一部でして、あ、なるほど。すごくこう見えづらいかなと思うんですけれども、私はこの業界というかこの看護の仕事をし始めてみて、すごく幅が広いなということを思うようになったんですね。ああ、そうですか。今のはだけど看護師さんのお仕事でもあるし、はい、共通してると思いますけど、保育の世界行ってもやっぱり保育でやっぱりそういうお母さんたちが子育てのノウハウで悩んでるって、そこにどう、なんて言うんでしょうかね、経験を伝えるか、はい、そういう経験を伝えるっていうのはうまくできなくなってるのかな。そうですね。だってやっぱり家族の単位が、規模がぐっと急に小さくなりましたので、それと家族の住んでる距離が、昔だったらばそれこそ自転車で行ける、歩いて行ける距離にいたと思うんです。ところが今は新幹線や飛行機がありますし、それからなかなか地元じゃ仕事がないから、あるいはちゃんと学校に行きたいからというようなことで自分の思うところを目指していきますと、どうしても親元から通えなかったりということも出てくる。そんな形で家族の単位が小さくなって、そして住む距離もこう離れてきてしまうと、愛情的のつながりがある遅延血縁の関係から離れ、その関係が希薄な中で自分自身が育ち、家族を持ち、子育てしていかなきゃいけなくなるじゃないですか。やっぱりそういうことに社会の変化に伴う、人々の暮らし方の変化に伴う様々な問題、健康上の問題、昔はなかったようなこともたくさんあるんだと思うんですね。そうなんですね、はい、さっきおっしゃったね、その子供に目を合わせられないっていうのは、自分が お父さんなりお母さんなりそうしてもらったことがないのかな。さすが鋭いですね。なんで？まさしく、その通りなんですね。全部が全部そうとは言い切らないと思うんです。それは回数の問題、経験の厚さの問題かもしれませんけれども、お話伺っていくと、親に抱っこされたことがない、それからいつも仕事していて親が一生懸命だっていうのは見ていて尊敬していたんだけれども、自分がそうできるかなというふうなことを悩んだ時に、ちゃんとそれをこう言葉で大丈夫だよってこう保証してもらえなかったとか、結構そういうことはお話として出てくるんです。だから養育体験が乏しくて子育てが難しくて悩むっていうことによる二次的三次的な問題っていうのはあるんだけど、それ以前に愛される体験、これを
本当に今までは家庭の中でしてきたと思うんですけれども、家庭の中だけじゃなくてもうちょっと小さなスモールグループみたいなものを作って、丁寧にやんなきゃいけないのが今だなって、こういうことを私思ったの20年前なんです。あ、そうですか。保健所に勤務し始めたのが昭和60年代でしたので、その頃に出会ったお母さんたちがまさしくそうだったんですね。まだ虐待防止法もありませんでした。それから15年ぐらい経って、私は厚生労働省というところにいた時に、最高裁 の裁判官の方が出向で来られてて、それで地域の中で起こっているさまざまな問題をどうするかっていう話を一緒にやってた、仕事させていただいたことがあるんです。その時に何て言われたか、親が子供を愛せないわけないでしょう、そして民事機関員だから家庭内のことに第三者が入るべきじゃない、だから地域の中で健康づくりといっても保健師さんたちがその親子の関係に立ち入るってどうなのかなって言われたことがあったんです。法律の論からすればそうなるんでしょうね。やっぱり私たちはそれぞれの役割を負って暮らしてますけれども、それ以前に人間ですよね、生活者ですよね、その生活者としての感覚から離れてしまったら、多分いい仕事ってできないんじゃないかなって、本当に人のためになる仕事ってできないんじゃないかなっていう思いがいつもあるんです。これは看護の仕事もそうだし、あらゆる仕事、やっぱり現場感がないと、大幅にずれてしまって、良かれと思って一生懸命いいことを工夫したとしても、それがもう大きな溝になってしまって、いつの間にかバチンと弾けてしまう、そういうふうなことがあると思うんです。あの頃はまだ親が子供を愛せないなんてありえない、でそのことを、いやそうじゃないんですよ、人間って愛されて初めて人を信頼する、親を信じたりということが分かって、それが分かるといい笑顔が出て、そうしてそこから脳がこう発達するっていう、このすごくシンプルな循環の中に、赤ちゃんの時からお年寄りに至るまで、ずっと私たちってそういう育ち方をしてるんだということを私は思うんですけど、先生そんな感じ？いや、全く高橋さんのおっしゃる通りだと思うんですよ。よくこの頃児童虐待って言っても随分ひどいのあるでしょ、そうすると私の家内なんかこの前怒りましてね、こんな人親になる資格ないって怒るんですよ、で私家内に言ったのは、この親がその子供の頃可愛がれたってことがないんじゃないかなって、やっぱり、お母さんやお父さんにこう抱きしめてもらったとかね、そういう経験のある人はやっぱりちょっと感じがあるのとない全然違うんじゃないかと思うんですよ。だから私は家庭の絆とか地域の絆をもう一回きちっとしなきゃならないって言ってるんですが、一番基本はやっぱり 親が子供を可愛がって一生懸命育てるっていうところからスタートするんじゃないかなと思うんですね。その愛着形成、愛するということ、そして愛されてるということが分かって初めて信頼を覚える、そこから人間って無限の可能性があると思うんです、実際に虐待の子どもたち、虐待を受けた子どもたちと接していますとね、発達が遅れてくるんです。だから何か障害を持っている子どもは虐待されやすいというふうにおっしゃる方もいるんですけれども、これ鶏と卵の関係でしょうとおっしゃることあるんですけれども、子どもの可能性は無限大で、その可能性を引き出すためにどういう環境を与えてあげられるのか、一番最初にあげなきゃいけないのが愛情で、そこで人を信頼する基本的な感覚っていうのを持ってもらって、そこからなんだよっていう、このことを私は本当に被害に遭った子どもたちから教わったし、そこから取り戻せるんですね、時間がかかっても。だからそこのことをやっぱり、なんかダメだからもう終わり、次のものっていうふうにこう切り捨てて新しいものに変えていくってことだけじゃなくて、何かうまくいかないことがあったとしても、そうか、じゃあ次どうしたらこれ挽回できるとか、どうしたらじゃあもうちょっとやっぱできる。先生がこの前雷門の前にね、お、え、じ、ー、させて